皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。それでは今回は知識ゼロからハッキングを始めるという想定で AI を使った学習方法について紹介していきたいと思います。質問方法だったり意外と便利な使い方っていうのもあるので、よければ最後までお付き合いください。まずはチャット GPT にハッキングスキルの学習方法について質問するんですけど、プロンプトというものを使って実行してみましょう。ここで言うプロンプトっていうのは、簡単に言うとチャット GPT がどんな回答を生成するのかを指示するための命令文のことになりますね。普通にハッキングスキルの学習方法について教えてでも回答は返ってくるんですけど、プロンプトを使った方がより正確な回答が返ってくるっていう感じですね。具体的にはこんなような内容で質問を投げますよと。前提条件として依頼者の情報だったり、あとはチャット GPT の役割ですね。それと出力コンテンツの目的っていうことで、依頼者情報だと、これ自分のことになりますね。ハッキングについて学習中の初心者ですよと。チャット GPT の役割としてはハッキングスキルを教えてくれるアシスタントですね。出力するコンテンツの目的としてはハッキングスキルを向上させるための情報になりますよと。次がですね、成果物の生成ってことで、要するにこれチャット GPT からの答えですね。何の答えを要求しますかっていうところになるんですけど、ここの回答って複数指定していいんですけど、例えば初心者からハッキングを学習するにあたり、まずは何から始めればいいですかっていう質問ですね。あとは無料で利用できる演習サイトってありますかとか、それと参考になる YouTube チャンネルとかブログってないですかっていう、その辺の質問ですね。このプロンプトはあくまで一例なんで、自身の学習内容に合わせてプロンプトを変えるっていうのが一番だと思いますね。プロンプトの詳細についてはチャット GPT 関連の動画でたくさん出てるんで、詳しく知りたい方はそちらの動画をご参照ください。このプロンプトの内容で質問すると、チャット GPT からこのような回答が返ってきましたよと。ハッキングスキルを学習する初心者の方に向けて、どこから始めればいいのかを明確に解説します。以下のステップに沿って学習していけば、無理なくスキルを伸ばすことができます。要するにこのステップを踏めば、ハッキングに関連するスキルを伸ばすことができますよと。ステップ1が基礎知識を学ぶってことで、ネットワークの基本と、あとは OS の基礎、それとウェブの仕組みですね。この辺を学ぶことで基礎知識を得られますよと。ステップ2がハッキングの全体像を把握するっていうことで、事前の偵察から、侵入した後のログの消去まで、一連の流れっていうのを記載してくれてる感じですね。ステップ3が学習環境を構築するっていうことで、カリ Linux とか、あとはバーチャルボックスとか VMA の仮想環境ですね。それとメタスプロイテーブルっていうやられ役のサーバーですね。あとはバープスイーツとか、その辺の演習環境を構築するっていうのがステップ3になりますね。ステップ4が基礎的な演習を行うっていうことで、ここではステップ3で構築した演習環境を使って、いろいろ試してくださいねっていう提案ですね。推奨環境に DVWA とか WebGoat とか、あとは HackTheBox っていう演習サイトが載ってるんで、その辺のツールとか演習環境を使って、実際に手を動かしてみてくださいねっていうのがステップ4ですね。最後にステップ5で学習を継続するための習慣化っていうのが提案されてて、この部分って結構いい回答だったりするんですけど、毎日30分から1時間手を動かすっていうのと、あとは学習した内容を SNS やブログに残すっていうのと、それと模擬試験や CTF ってことで演習環境ですね、それに挑戦してみるっていうことが書いてありますよと。これ特に2つ目の学習した内容をアウトプットするっていうところが結構いいなと思うんですけど、やっぱり自分で学習した内容をインプットするだけだとなかなかちょっと身につかなかったりするんで、それをブログにするとか、YouTube でアップするとか、何かしらのアウトプットがあると、自分の知識として身につくスピードは上がるんじゃないかなと思いますね。仮にこの内容で学習を始めたとして、例えばステップ1のネットワークの基礎について、もっと詳細な学習方法について知りたいですっていう質問をすると、ネットワークの基礎の学習ロードマップっていう提案が返ってきましたよと。これも5つぐらい提案してくれてるんですけど、1つ目が学習する目的を明確にするっていうことで、そのスキルを使って何がしたいんですかっていうのを明確にしましょうと。2つ目が学習範囲の把握っていうことで、キーワード形式でここから始めるといいんじゃないですかっていうのを提案してくれてますね。で、3つ目が具体的な学習手順ですね。ステップ1で用語とか概念について動画や書籍で学びましょうと。ステップ2が手を動かしてコマンドを覚える。ある程度知識がついてきたらツールやコマンドを使って手を動かしてみましょうと。ステップ3が演習サイトでネットワーク問題に挑戦する。ステップ1とステップ2が終わったらある程度知識もついてると思うんで、最後に演習問題とかシミュレーションを試して、わからない部分があったら戻ってまた学習し直すっていう、そういうステップですね。あとは課題の提案とかおすすめの教材っていうのも回答してくれてて、そこまで大した内容ではないんですけど、もっと詳しく知りたければ追加で質問するって感じですね。ここからさらに、例えば IP アドレスについてもうちょっと知りたいなってなった場合に、ウェブサイトとかブログとか、書籍ですね、それを教えてくれっていうと、これはどうですかっていうことでいくつかピックアップしてくれたりもしますね。という感じで、ここまでごちゃごちゃと学習方法について説明してきたんですけど、一番簡単なのはコピペして聞いてしまうっていう方法ですね。例えば提案された内容から聞いたのページを見ましたよと。IP アドレスについて説明してくれてるページですね。その中に IP アドレスの長さと表記方法について説明している文章があって、よくわからなかったと。この部分ですね、現代の主流である IPv4 において IP アドレスは32ビットで表されますよと。そのために以下のようになりますっていうことが書いてあるんですけど、そんな場合はページ内容をそのままコピペして、わかりやすく説明してくれってお願いすると、結構詳しく解説してくれるんですよね。そもそも
そも IPv4 って何ですかとか、32ビットの数値ってどういうことですかとか、あとは10進数とか2進数の説明もちゃんと回答してくれてますね。最後にちゃんとまとめとかもつけてくれるんで、この部分を覚えておくだけでもある程度理解が進むんじゃないかなと思いますね。最後にですね、意外と便利な機能っていうのが、画像そのまま貼り付けて聞いてしまうっていう方法ですね。例えば Nmap のスキャン結果の内容について知りたい場合があったとしたら、表示結果をキャプチャーして貼り付けちゃえばその内容を教えてくれますよと。ちゃんとオプションについても説明してくれてますし、あとはスキャンで見つかったポートの一覧ですね、こういった脆弱性がありますよとかも書いてくれたりするんで、ちゃんと補足も付け加えて分かりやすくしてくれてるっていうような感じですね。それとこの後こういうことした方がいいんじゃないですかっていう提案もしてくれて、 VSFTPD に対してエクスプロイトを試すとか、あとはサンバに対して脆弱性スキャンをかけるとか、過去の動画を見ていただいている方はご存知だと思うんですけど、ちゃんと流れに沿った提案をしてくれてますよと。ということで今回は AI を使用した学習方法について見てみました。中にはちょっとずれた回答が返ってきたりする時もあるんで、精度が完璧っていうわけではないんですけど、自分で何をするかゼロから考えて始めるよりかはだいぶ楽できるんじゃないかなと思いますね。今回は学習の全体的な流れを例として見てきたんですけど、ちょっとでもここわかんないなとか、この後何やったらいいんだろうっていう、ちょっとした疑問ですね、そういうのがあったらどんどん使っちゃっていいと思うんで、良ければ今回やったような感じで活用してみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。